思い出のガンプラキットレビュー集。新機動戦機ガンダムウィング。デュアルストーリー G ユニット。ガンダムグリープ。新機動戦機ガンダムウィング。デュアルストーリー G ユニットとは、1997年にバンダイさんがやっていたプラモデル企画である。新機動戦機ガンダムウィングの概念的な作品で、コミックボンボンとコミックジャパンでコミックが連載されるはずだったんだけど、コミックジャパンは創刊号で休刊、てか廃刊になるというとほほなことになっちゃったんで。時田光一先生の書いたボンボン版のコミックだけが単行本になってるんだよねー。連三巻ですぜ。暗黒の破壊将軍の異名を持つ、ブアルダーファーキルのジオングみたいなガンダムに対し、ガンダム LO ブースターで戦いを挑むも、逃げるのが精一杯だったアディン君。追い打ちをかけるように、シルグアクラウンが、MO5 に衛星を衝突させる作戦を決行する。衛星の衝突を阻止するために再び出撃したアディンに、シルグアからの謎の通信が、真実を知りたければ、衛星内部に突入せよ。兄のメッセージを確かめるために、衛星内部に向かったアディンが見たものは、ビグザムみたいな、謎のガンダムだったんじゃガンダムグリープとは、オズプライズのシルブアクラウンこと、アディンの兄貴の、オデル・バーネットが裏でこそこそ作っていたガンダムなんだよね。モビルスーツ形態、モビルアーマー形態、そしてビグザムみたいなアサルトモードに変形が可能なのですよ。ガンダムジェミナス同様、G ユニット同士ならパーツ単位での共用が可能で、当然 PX システムも搭載されており、さらに、精神同調型の操縦システムまで搭載していたのですよ。この二つのシステムを組み合わせることで、ガンダムの機体性能の限界を引き出すことが可能なのだ。武装が、ビームランサーと機種のバスターメガ粒子砲の二つだけしかないという、大環境法主義的なコンセプトのガンダムなもんで、かなり癖のある機体だったんだよ。参ったねー。しかーし、本来、宇宙船のエンジンとして開発された動力炉の出力が凄まじく、当時のガンダムの出力の5倍以上を誇る、18,945kW もあるんじゃー。これは、ターンタイプを除く歴代ガンダムではトップクラスの出力なわけで、すんげーマイナーなガンダムながら。最強のガンダムはドイツだー。なんてスレッドが立つと、必ず登場する機体なのですよ。バナイねー。ちなみに、スラスター総出力も、344,796kg もあるのだー。なんじゃそら。ゲームの G ジェネレーションシリーズでは、やや癖がある機体なんだけど、戦闘シーンがかっちょいいんで人気の機体なんだよねー。キットの値段は1000円ぽっきり。1997年に発売されたキットなのですよ。一時期、ガンプラでは珍しくプレミアがついてたもんだけど、最近再販されたもんで、やや落ち着いたみたいですぜ。購入試行なんだけどね。1997年当時は、まさかまさかのハイグレード仕様で発売されたんでびっくりしたものなんだよね。キットのプロポーションは当時としては良好で、ややシャープさには欠けるんだけど、モールドも嫌味のないレベルだね。まあ、肘や膝のポリパーツが露出するし、合わせ目も結構気になるし、太ももがムッチムチなんで、股の関節も動かしづらいし、手首もポリパーツとか、癖のあるキットではあるんだけど、こいつを好きなやつは30代くらいのガンプラユーザーが多いんで、加工技術が高い連中だから問題なしなのだー。積んじゃうんじゃないの。大型バインダーの変形ギミックも秀逸だったんだけど、トップヘビーなんで、今ならアクションベースを使いたいところなんだけど、腰や股の形状が独特なんで、アクションベースが使いづらいんじゃー。やはり、ハイドラガンダムと一緒に飾りたいところだねー。ハイドラガンダムも入手困難で